分花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾志郎です。1週間ご無沙汰しております。金尾志郎の音楽魂、ということでですね、今日はもう、10月の今日何日でしたっけ。9月でしたね。まだ9月でしたね。9月7日ですね。松下俊美さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、北海道の方がね、ちょっとすごく地震で大変みたいで、もう台風の後はね、そういう感じになっちゃって、すごくね、今日も、フェイスブックの北海道のお友達からね、まあそこは電気もね、一部通ったということでね、連絡いただきましたけどもね、本当に被害がね、少ないことをね、お祈り申し上げます。やっぱりね、自然の猛威にはね、人間はもう、どうしようもないですね。本当にね、悲しいんだけども、そういうことしかできないっていうね。でもなんか、俺思うんだけどさ、なんて。なんかさ、やっぱ山とかそういう自然をね、やっぱ人間って結構壊してきたじゃない。ね、削ったりなんか、ね。そういう部分のね、やっぱ自然がね、こう、俺怒ってるような気がするんだよね。なんかもう何年も前から起こってるよ、きっとね。なんかそういう気がしますけどもですね、日本のみならずね、世界中でなんかやっぱり、そうだね、いろんなことが起こってね、だからね、なんかやっぱ自然と共に生きるっていうことをもう一回ね、考え直した方がいいようなね、気もしますけども、今日はね、素敵なお客様をね、早速ご紹介しましょう。ゆきりーさんです。はい、こんにちは。こんにちは。ねえ、で、今日はタメさん、サポートギターで。どうも、高橋タメヨです。タメさん、今日は兄が来れませんので、ね、兄がね、はい、ということでね、鬼殺しブルースバンドとかね、いろいろね、アミタメ、とかね、活躍中のね、タメさんですけども、はい、この間、鬼殺しブルースバンド、25周年記念でね、大盛況。大盛況すぎてね。ねえ。入れなかったみたいですよ。そうなんですよ。あんな来ると思わないから。来ると思わない。俺なんかそんなだってね、一生懸命呼んで130ぐらいでいいと思ったんだけど。すごいね。普段来れない方がたくさん来てくださって、ありがとうございました。窮屈な思いさせてごめんなさい。普段から来いよっていう話だよね。その通りです。その通りです。でね、早速ですけどもね、このゆきりーさんですけど、はい、ゆきさんは、ロンドンにね、はい、行かれて、僕のね、実はそのロンドンで出会った、お友達からね、はい、もう1年前にね、ご紹介いただいててね、はい、今日になってしまったんですけども、うん、はい、もともとそのロンドンに行かれたなんか理由っていうのはあるんですか？理由はもう30過ぎてたんですけど、2013年に、はいはい、歌で、やっぱりチャレンジしたいって思いが、その時湧き上がってきて、その仕事だったり、歌だったりもどっちつかずでずっとやってたんですけど、で、もうこれはってことで2013年に、動こうって思って、はいはい、で、ロンドンに、語学留学することから始めて、はいはい、で、いろんなとこで歌い歩いてました。はい。それでその向こうのその音楽シーンの中にこう入るっていうのはなんかいろんな、はい、大変な部分があるんですか？いえ、結構、最近日本もそうですけど、パブとか、そういうオープンマイクで歌えるところだとか、結構ロンドンってあるんですね。で、全然、その日音源さえ持っていけば、歌えたりとか、時にはギタリストをその辺でされてる方捕まえて、一緒に歌おうよみたいなことをやったり、っていうので、だいたい週3回ぐらいはパブだとか、なんか路上ライブだとか、そういうことをやって、はい、で、学校、語学学校行きながら、もう赤ちゃんレベルの英語だったので、当時、その語学学校も行きながら、そういう歌い歩いてっていうことをやってましたね、2年間ぐらい。それで結構その向こうで音源をね、はい、その録音したりとか、はい、まあいろいろ
あとほらチャリティーとかもいろいろねなさっててね。そうなんです。それがもう行く、それこそロンドンに行くきっかけになったのが、うん、2011年のあの災害ボランティアに、うん、東北大震災ありましたよね、うん、2011年、うん、で東三関東ね。そうなんです、そうなんです、はいはい、でその年に実は私母がね他界しまして、うん、でなんか自分は別にボランティア精神も何もなかったと思うんですけど、うん、母が乗り移ったかのように被災地に行かされて、ほう、でそこでボランティア活動させていただく中で、うん、なんかまあ有名な方もね来られたり、うん、現地で、うん、で来られたらその方が来てるからってファンの方もみんな一生懸命そばで働いてたりっていうのを、うん、こう目の当たりにして、うん、なんか音楽で、はい、まあ有名な方がねそう、うん、いいようにこう、うん、力を使われてる、でそう人を集める発言力、うんうん、発信力があるっていうことも素晴らしいなって思いながら、うんうん、でまあそういう方々のこう活動を追っていると、うん、コンサートね、うん、して、うん、その収益金を送られたりとか、うんうん、でそういうとこすごくリスペクトして、うんうん、でなんか私はまあ有名じゃないんですけど、うん、まあ小さくてもできることあるなと思って、うん、こう一年に一度はこういろいろライブをしては、うん、その売上金を送らせていただいたりとか、うん、いうことをしていました。それはロンドンで、はい、ロンドンでも一度、はい、ロンドン僕行ったきっかけは、うん、その、うん、そう、やっぱりその、まあ、親を亡くした子供たちのね、はいはいはい、その、施設を作るっていうね、うん、当時ね、うん、はい、それで、メインはそれがメインだったんですよね。はい、で、そこで、まあ、5階建てぐらいのビルで、うん、ワンフロア借りて歌わせてもらったんですけど、うん、その各階でね、まあ、ロンドンに住まわれてる日本人の方々とか、はい、まあ、日本人会みたいなのあると思うんですけども、うん、そういう方々がまあやられてて、はい、その各フロアごとの収益金も、うん、まあ、ボランティアに当てるっていうね、うん、ことだったんですけども、はい、その僕はねちょうどねその大震災の時は、ま、やっぱラジオやってたんですよね、はい、それでね、うん、花屋さんの前で歌ってたのよ毎月、うん、毎月歌って、うん、俺初めてストリートやったんだけど、はい、花屋さんの前で歌って花と要するに歌とのコラボレーションやってたの。でお花を要するに100円ぐらいで、はい、うん、で歌を歌ってみたいなね、そういうことをね毎月やってたのよ。へえ。それでもお金はあんまり最初入ってこないんだけど、うん、だんだんねみんな聞いてくれるようになって、うん、本当にねささやかなんだけども、そういうことは個人的にやってたんですよ、ね、あ、そうなんですか。そうそう、素敵ですね。そういうのをねずっとね、はい、やってましたけども、うん、ただそのそれぞれができるね、はい、ことっていうかね、うん、ことで僕はいいと思うんですよね、はい、それ気持ちの問題ですからね。そうですね、うん、はい、だからでもそういうねご縁があって海外とかね行かれてね、そうですね、やられてるっていう活動されてるっていうことはね、はい、素晴らしいと思うんですけどね。いや、ありがとうございます。松下さんいかがですか。今日ゆきさんに、ゆきさんね、うん、この間もね、はい、確か西日本のなんかボランティアに、うん、あ、そうですね、はい、忘れてますね、小さい、はい、そうなんです、すごい素晴らしいと思って、そう、 そういう行動力がすごいなって、気持ちはあってもね、なかなかこう動くっていうところまでなかなかね、だからロンドンに行ってて、はい、そのなんかお店とかもやられててね、はい、あ、オランダでしたよね、お店もやってましたね、うん、オランダで、うん、やってました。すごいね、行動力はすごい。やるだけなんですけど、いやいやいや、やってました。はい。もともと美容の会社をやって、うん、まあ、2007年から会社を作って、うん、で、はい、大阪が地元なんですけども、うん、それこそね、大阪母の地元が行くのなんです。近い。はい。タメちゃん近い。いや、タメちゃん今日偶然会えたけどね。そうなんですよ。なんか、ね、偶然とは思えない、ね、はい、大阪の人がロンドン行くと思わなかったそっち、いや、結構行ってます、九州だって行くんだからいや、大阪の人はね世界中通用すると思う、うん、大阪人多いんですよ、多いですよね、ロンドン、はい、え、世界に、はい、多いと思います、うん、出る方多いと思います、はい、順応性が高いというか、ここね、どこ行っても大阪弁で結構通してる人いるじゃん。いや、僕は標準語だよ。あらら、ほんまかいなバレるけど、ね、うん、そうなんで、ね、まあ、でもね、はい、今日ゆきりーさんですけどもですね、うん、はい、なんかね向こうの、あ、
今日音源がね、僕がちょっとうっかりしてて、CD をね、ちょっと持ってくるのをね、言ってなかったので、うん、向こうの音源をちょっと聞きたかったんですけども、まあ、これは YouTube とか出てますかね。はい、YouTube とか、ね、私、オフィシャルサイト一応作っていまして、うん、ゆきり、はい、official.com で、うん、はいはい、見ていただければ、うん、そこにどんどん新曲とかも、今後の活動も、うん、はい、上げていきますので、ね、頑張っていただきたいと思いますけども、ね、はい、よろしくお願いします。今日じゃあ、なんか生で、はい、行きましょうか、はい、なんか。はい、もうこれも、うん、そうですね、それこそ2011年に作った東北大震災の、うん、まあ、災害があったその年に作った曲が、まあ、自分のオリジナル曲で、うん、まあ、私鼻歌作曲するんですけど、はいはい、でその曲がリマインドヨーセルフという曲なんですが、ほうほうほう、はい、もう2011年って私の転機だったんですね、やっぱり、うん、一番大切な母が他界しちゃって、うんうん、でなんかうん、それまで美容のお仕事したり歌ったり、うん、でも歌お仕事してたらもう歌うことも忘れてきて、うん、まあ、大好きなことが歌うことなんですけど、うん、あでもなんかもう歌えないやみたいな感じに、うん、勝手に考えちゃって、うん、生活も大変だしだとか、はいはいはい、仕事も大変だしとか、うん、でもやっぱり結局やりたいことを、うん、チャレンジしたいってチャレンジしなさいって言われてるような気がして、うんうんうん、それが2011年なんですね、うんうん、でその時に作った曲がリマインドヨーセルフというバラードです。タムちゃん一回も合わせてない、はい、合わす時間がなくてさテンポどんな感じなのこれ、うん、こうどうですかね、こんな感じですかね、あこんな感じで、はい、バッチリです。行ってみますか、行ってみますか、お願いします。
いやというかね、はい、なんか引き込まれてしまう、うん、なんていうかな、やっぱはっきりしてるからね、僕好きなのよ、声、うん、あ、本当ですか、ありがとうございます。もう今ほら何言ったというか分かんないよね、はい、もういいやまたすぐそういうねそういういでもね歌詞はね、いや、僕ね、でも声がすごい綺麗、質とかね、いろいろあると思うけど、僕はほらちょっとダミ声になってきたけどはっきりしてる方がいいと思うんだよね。透明感がある。うん、すごい綺麗。タメちゃんなんかもね、やっぱ歌うしね。うん、アミちゃんもね、ご夫婦で歌ってたりするんだけども、やっぱそう思いません？うん。なんかね、素直にこう、うん、入ってくるよね。そう、届かないと、歌はね。ね。届かないとやっぱ役に立たないんで。あ、うん、頑張ります。いやいや、兄さん。兄さんじゃない。ね、姉さんとか兄さんとかって大阪の感じ出ますよね。出ますね。どうですか、としみ姉さん。いや姉さんっていうかおばさんだけど、うん、すごい綺麗な声。声ね、ありがとうございます。うん、本当に。大阪の人こんな綺麗な声なんですかね。大阪の人って割とこう枯れた風な感じの女性も多くない？枯れ、ちょっと、それはね、言葉がちょっと、使い方が間違ってます。いや、渋めのね、なんかそういう、いや透き通るような。綺麗な声、ね、ありがとうございます。もう何年くらい歌われてるんですか？実は、学生の頃からですので、うん、15歳ぐらいから15歳からですね、はい、まだ10年ぐらい、うん、10年ぐらい、まだそうですね、10年ぐらいですね、はい、15歳ぐらいからとか言ったらすぐ年バレるじゃんね。ちょっと何年ぐらいと言った方がいいよね。そう、でも本当に綺麗、でもルックスもいいしね、声も綺麗だし、またね、磨いて、本当にスタイルもいいしね、うん、でもそう、世界で活躍されるんでしょ、これからもね。あ、なんかね、本当にありがたいことに、今年、うん、そのロンドン行ったことをきっかけに、うん、今ビリーオーシャンのバンド、うん、メンバーと曲を作ったりですとか、まあ、リリース最近したんですけども、はいはいはい、あとジュノリアクターといって、トランス界のね、うん、大御所なんですけどもね、もう全然違うジャンルをやってるんですけど、はい、ちょっとそのジュノリアクターからもちょっとオファーいただいたりとかで、今まで声だけで参加したんですけども、うん、これからちょっとステージの機会も増えていきそうですね。お芝居みたいなのやるの？ステージというのは、ミュージックステージです。あ、ライブ。はい、世界のフェスでちょっと出ていったりとか、そういう話が、わあ、すごいですね。ちらほらと入ってきてるので、活躍していただきたいと思います。はい、今年から、また天気で楽しんで。でね、ゆきさんのことをね、はい、ほとんど多くの人はね、今日本の多くの人はそんなご存じない方が多いと思うんですよ。はい。でもね、なんかね、はい、そうやってね、はい、まあ、たまたま僕もロンドンの知り合いというかね、はい、まあ、その菊江さん、清水菊江さんがね、はい、僕高校の先輩なんですよ、はい、それでそのご縁があっていろんな方とね、はい、お会いしたりとかして、はい、向こうでそういうチャリティーもそうだけど、うん、ストリートをやったりとかね、はいはい、あそこ毎年なんかやってるじゃないですか、あの辺ストリート、あ、そうです ね、はい、結構ロンドンもそう、世界中の、ね、ストリートミッションが集まってやるんですよ、ね、で、カナオさん、ロンドンの方々に大人気で、いや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 、ゆきちゃん日本に帰るならカナオさんに会わないとダメとか言われて、いやいや、そんなことはないですけども、でもね、そうやってこう、はい、こうやって繋がっていくっていうかね、そうですね、それがね、はい、やっぱ嬉しいし、
僕もね、まあ、例えばタメちゃんたちとかやっぱブルース、うん、ブルースやってたりとかそういう R&B 系やってる、人たちとも出会ったりとかするんだけども、うん、そういうのはこうやっぱり10年やってるんですよね、はい、ラジオ。そしてね、やっぱやってたらね、はい、海外の方が聞いてくれたりとか、うん、いろいろな地方の方もね、はい、楽しみにしていただいたりとかしてるんで、うん、やっぱりそれがね、今僕の生きがいなんですよね。わ、うん、かります。お金はないですけど、うん、それを言うとなんか現実的に、そう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 、でもねそれよりも大事なものがあるかもしれないね、うん、そうですね、素敵な、素敵だと思います。今歌です。これは作詞作曲なんですか。はい、作詞作曲で、素晴らしいね、はい、リマインドヨーセルフという曲なんですけどもね、うん、ねはい、タメちゃん今初めて、今日初めて、ね、緊張した。普通一回ぐらい合わせるんだけど、ね、ゆきちゃんが歌詞書いてたからね。笑ってどうするの。いやちょっと お時間くださいかなんか言われて。だから全然なんかね、ダメちゃんもね。いや、まあ、あらかじめ音源いただいてたんで、ね、ちょっと一回ぐらい予習しときましたから。でも一回ぐらい合わせたかったよね。ね、まさか母の地元の方とさせてもらえると。そうですよね。そうなの。持っていなくて。タメちゃんがお母様の、はい、イクノクなので、イクノク、はい、チャキチャキの大阪人で、れ、うん、これだったら引き合わせですよ、うん、きっとね。本当ですね、びっくりしました、ね、今日。そうだね、はい、素晴らしい、うんね、またなんか出会ってね、うん、はい、またね。それでゆきさんはこの後なんかまた ロ,、はい、ロンドンに、ロンドンに明日から、ロサンゼルスに、はい、飛んで、でロサンゼルスからラスベガスに入って、うん、ちょっとシルクドソレイユ関係の方とご縁いただけるということで行って、でそれから、うん、ロサンゼルス、ロンドンに飛んで、うん、でロンドンに飛んで、これはちょっとまだ行けるかわからないんですけど、うん、イギリスで、うん、英国初醸造所ってご開業される大阪の、うん、ご夫妻がいらっしゃって、橋本清美さんという方が代表なんですけども、うん、この方ともロンドンでご縁をいただいて、うん、でそれから大阪でこんなにね、うん、近所で、近所な子を初めて出会ったって言って、うん、大阪ご出身のご夫妻で、はいはい、で、そこから4年ぐらい前から応援してくださってるんですけども、うんうん、その、フォーダムアビーというケンブリッジに醸造所を作られるんですね、うん、でそれが9月の14日にオープンなので、うん、行かせてくださいということで、私から勝手に言ってるだけで、うん、でね、かなりも VIP の方でたくさんなので行けるか分かんないんですけど、うんうん、でまあ、すごく、まあ、日本の文化をそこから発信するっていうことで、もうすごいことを、東京ドーム5個分の土地だったかな、そうなの、そうなんですよ、へー、すごいね。はい。で、そこに醸造所を作られるんですけど、日本の本物文化を発信したいっていうお気持ちでされるので、お酒だけじゃなく、いろんな、はいはいはい、まあ、メーカーさん、うん、日本の本物が集まって、うん、そこからまた、日本の本物発信っていうことを目的としてされるので、うん、すごくなんかリスペクトしてる女性なんですけども、うん、はい、すごいですね、うん、すごいですね、それね、すごい方がたくさんいらっしゃるよね、いろんな方の出会いがね、はいはい、なって、はい、素晴らしいと思いますね、はい、でロンドンでステージを一つして、うん、で17日です、9月17日にロンドンでステージを一つしてから、うん、ブライトンという街に入ってリハーサルをして、はいはいはい、次のライブに向けてのリハーサルと曲作りをして帰ってきます、うん、はい、ねえ、タメちゃんどうですか、素晴らしいね、ね、ロンドンに飛んでだから俺はちょっと野毛に飛んで、もう分かった。投げ捨てライブをしてみたいな。投げ捨てありますよ、15日。ロンドン、楽しいロンドン、愉快なロンドン、それちょっとちょいですよね。いや、しかしね、僕もね、前1回しか僕行ったことないんですけど、はいはい、1回行った時にね、いろんな、なんていうかな、そのチャリティーのね、先ほどの話ですけども、うんうん、はい、その時もね、日本のその飴細工職人さんとか、はいはい、いろんなその、うん、演歌の方とかもね、うん、はい、民謡の方かな、民謡の方かね、うん、それもいらして、はい、でやっぱりね、日本人がそのちょっと見失ってるものっていうかね、はい、その日本の文化に対して、うん、はい、むしろ海外の方の方がね、そうなんですよ、ね、やっぱり興味持ってるっていうかね、うん、そうなんですよね、それはやっぱり海外に住んで初めて、うん、
日本の文化を知らないことで、日本の歴史を知らないことを恥ずかしく思って、あの、イギリス人、私オランダも住んだんですけど、最近まで。オランダ人の方が日本愛が半端なくて、好きな方はすごいんですよね。そうだよね。もう、サブカルチャーだけじゃなくて、アニメだとか、だけじゃなくて、実は日本の本物を知りたがっている。でも知れないっていう現状を目の当たりにしました。そうですよね。はい。だからやっぱりね、そういうことをね、あの、ちょっと日本に住んでたら、見失ったりするんだよね。そうですね。当たり前だと思っちゃうね。はい。ありがたさを忘れちゃって。そうそう。はい。タメちゃん、いかがですか、あの、そう、あの、いきなりまた出てきたんですよ。いや、もう全くその通りだと思うんですけど、あの、だいたい日本人の言葉、もう乱れてますから、その辺でもうすでに失ってるのいっぱいあると思うんですよ。なるほどね。普段のコミュニケーションも。そう、海外の人、綺麗な日本語喋りますよね。そうだね。意外とね、正確なね。はい、そうですね。そう、それは感じますね。あと、ロンドンにいらっしゃる日本人の方ってみんな美人ね。ああ、綺麗。それでね、女性はね、山田なでしこみたいな感じでね。そう、美しい。いや、ただ美しいんだけど、もうああいう世界で羽ばたいてる人っていうのはものすごく強いからね。エレガントでね、強いよね。すごいびっくりした。つくづくね、やっぱ思いますけどもですね。僕の方からね、ちょっとファックス、来ております。ご紹介いたしましょう。金尾義郎さん、中井先生 FM 音中ということでね、地蔵坂62のお二方になりましたね。62? 山田さん、キキさん、こんにちはということでね。はい、一昨年にやっと親子関係の復縁、修復ができた長女の周りに起きた災害。ということは北海道ということでしたっけね。違う。この方、チャーリーさんでしょ。何もできない父親ではありますが、祈ること、ほら、やっぱそうだよ。あ、本当だ。停電。だけはできましたということね。先ほど停電断水は、まだあるものの体は元気であると。元妻、今は姉。これちょっとすごい複雑なんだけど。元妻が今は姉。元妻が、あの、そのお父さんが亡くなられた時に、あの、そのチャーリーさんのね、これちょっと。電話あら。まこっちゃんじゃない失礼しました。ちょっと、あの、ごめんなさい。それやめようよ、もう、携帯音出さないようにしといてって言って。それでね、その、自分の元妻が、養女になってたわけよ。別れた妻が。そしたらその遺産相続とかいろいろあるじゃん。その時に姉になってたんだって。へぇー。結局そうでしょ。息子よりも元嫁さんの方を信用したんでしょ、お父さん。そうそうそう。そういうことなんだよね、本当の息子よりもね。それがチャーリー佐藤さんですよ。チャーリーのブルースなんだよね。最後もブルースなんだよね。ということでね、やっぱ北海道にいらっしゃるんだね。ああ、そうなんですね。大丈夫ですか。娘さんがね。で今はね、あの、で、連絡もらいまして、あの、体は元気であるということでね、連絡もらいましたというね。無事が何より。父親に似て、根性の座った娘でありますので、これ以上心配いたしません。リクエスト、ファニーエンジェルをよろしくお願いいたします。とチャーリー佐藤さん。はい。今日2万円投げ銭来てます。引き換えということでね、あの、もう一言、ご紹介いたしましょうか。はい、ミキさんからいただきました。博多のミキさんですね、これは。皆さん、こんにちは。台風といい、今度の北海道の地震といい、自然の力に対する人間の無力さをひしひし感じる日々ですね。災害に遭われた方々には心よりお見舞い、そしてお亡くなりになられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。不謹慎かもしれませんが、生きてる我々はその日々を楽しみ、笑顔でいることが負のオーラではなく、正あるいは陽のオーラを出すためにも必要かと思います。さて、先週のグレービートレインの方々とメラさんも良かったですね。先週のゲストにいらっしゃった方ね。グレービートレインっていうね、スラッピングギターとインストラメンタルだったんですけど、パーカッションの。はい。あのサウンドは電波に乗った音でも、本当に気持ちよく素敵な時間でした。今日のゲストは初出演。
ゆきりーさんですね。ようこそ、はい、ロンドンのライブの動画を拝見しました。ありがとうございます。昔レゲエのお皿回しをやっていたオイラにとって、うん、ドハマリのレゲエのダブサウンドに乗せた日本語の旋律が、はい、ものすごく気持ちよくて、はい、デニス・ボベルか、うん、マット・プロフェッサーにプロデュースしてもらいたいなとさえ思いました、うん、あ、そうですか、ね、はい、本当に素敵な歌ばかりだし、うん、今回のラジオを通した出会いの縁に感謝しています。今日は素敵な方々に囲まれて、そういえば住んだこともないくせに妙に博多弁がうまいギタリストの方も含めて、これはどなたでしょう。リラックスしてくださいね、タミさん、まあ、そうだよね、博多弁、よかよか。リクエスト、カナオさん、風の中で立て、だけど何でも OK です。ゆき、はいはい、さんはとにかくお好きな曲を目いっぱい楽しんでいただきたいです。はい、ありがとうございます。 PS、 明日は実はおいらの誕生日。 おめでとうございます。おめでとうございます。一日ね、早いけどね、早いけどね。次の、週末には哲也さんにも中洲ジャズやケンちゃんで会える予定だし、その翌日には近場ですが引っ越しもあり、おいらの54歳はいろんな意味で生まれ変わりのきっかりけになりそうです、はいはい、生まれ変わるんです ね。哲也さんってどなたですかね。哲也さんってあのテックス中村さん、今度ゲストはね、うん、10月のロスからね、お見えの、ね、うん、10月5日になりますね、テックス中村、いわゆるそのブルースハープ、ブルースハープというかね、うん、あのウォーっていうバンドの ね、ウォーにいた人ですね、うん、すごいで全米ツアーとかやってて、すごいですよね、リー・オスカーさんの後に入ったんだよね、うん、それで世界的に、まあ、日本人ではね、あの初めてだと思うけども、結構9年ぐらいいたんだと思いますけども、うん、全米ツアーとかやってましたけども、ジャパンツアーで、戻ってきますね、はい、3回目ぐらいか。テックス中村さんご紹介いたします、ね。で、そのテックス中村さんっていうのが、そのさっきミキさんの哲也さんだよね。哲也さんね、うん、そうそう、うん、ということでね、ミキさんもいろいろ大変だと思いますけどもね、今引っ越しとかやってんだよね、うんうん、タメちゃんもよくね、あの博多行った時に会ったりす、ね、はい、あの行ったら必ず会ってお世話になっております、ね、あの頑張っていただきたいと思いますけどもですね、はい、うん、ありがとうございます。それでちょっともう一回見せて、これなんかさっき言おうとしたんだよね。すぐ忘れるんだ。その時言わないと分かる。そう、すぐ忘れるんだ。もう、ね、うん、昨日食べた飯とか忘れてるからね。それはちょっと、それはちょっと危ないかもしれない、ね。そう、ちょっと危ないかもしれないね。ね、でも、あ、まだ一曲しか歌ってる。うん、そうだね。あ、じゃあ歌ったら生まれたね。ごめん、話ばっかり。話ばっかりで。生まれた。もう一曲ね、なんか先ほど。ゆきさんの歌。あ、ね。私ですか、うん、はい、あ、ね、そうですね、うん、会いたいにしましょうか、うん、会いたい、はい、会いたいは、はい、この曲はですね、うん、私のオリジナルではないんですけども、はいはい、あの、渋谷でワンハートミュージックという、うん、音楽スタジオをされているコウキさんという方がね、うん、いらっしゃるんですけど、はい、たまたまカノオさんともご縁が近くて、うん、そうそう、はい、あのお会いしたことはねないんですよ、はい、それで、うん、たまたまそのまこちゃんとかの、高橋まこさんとかのね、うん、あの知り合いだったりして、はい、そうだね、確か CD をね送っていただいたりしたこともあるんですね。あ、そうですか、うん、はい、そうそう、はい、で実はあのチャンピオンズと言って、うん、あのミュージシャン30名、うん、近い、まあ、30名超えたかな、うん、ミュージシャンを集めて、集まっていただいて、うん、あのちょっとチャリティーソングを作ったんですね。でチャンピオンズというそのチャリティーソングを作るときに、うん、コウキさんにも ご縁いただいて、うん、でドラムで参加してくださったんですけども、はいはい、はい、でそのチャンピオンズもね、映像が昨日おとつい上がってきて、うん、8日明日ですね、うん、あのYouTube で公開したいなと思ってますので。あ、そうですか。はい。またこれも、はい、うん。はい。この、コウキさんが作曲された、はい。会いたいという曲も、うん、コウキさんご自身も東北大震災2011年から、うん、災害ボランティアに行かれて、うん、で、もともと仙台ご出身の方なんですね。はははで、余計ね、やっぱり地元愛ということでね、うん、宮城県でご活躍されたんですけども。うんうんうん、で、その方が、まあ、被災地に行って感じたこと、いろんなお話を聞かせてもらって、うん、はいはい、感じたことを曲にされたということですね。うん、はい、はいはい、会いたいという曲。会いたいっていう曲ですか。うん、はい。聞いてみましょうか。あ、これもう見てるんだよ。はいはい。変えます。ね、セッティングをちょっといろいろね、変えてやりますね。
ましょう。はい、はい、お願いします。はい、ねえ、いい歌ですね、うん、これもね覚えやすいよね、そうですね、すごくこの2011年のねその当時の思いが私も蘇ってきて、はい、うん、こう涙が出そうになるんですけども、うん、やっぱりこう大切な人をね失うってすごく悲しいことなんですけども、はい、うん、私も母がこの年に他界しちゃって、はい、なんかより近く感じるんですよね。ああ、はい、そういうのがあればね、はい、でよりこう近く感謝も感じるので、うん、やっぱりでも日々でもね生きてるうちに感謝は伝えて、ありがとうだとか、うん、ごめんなさいっていう気持ちは、うん、日々伝えたいなって思うよ、思いました。はいはいはい、思ってます。僕もね、はい、父はもう19年前に亡くなってますけど、はい、その、やっぱりその、寂しさっていうのはね、亡くなった時にはあんまりなかったんですよ。うん、はい。じゃなくてね、こう常にまあ一緒にいる気がして、今でもその、迷うと、おそらく父だったらどうするだろうなとか、うん、何を言うだろうなとかっていうことを、はい、なんとなく問いかけるんですけど、はい、
その、なんかもっと話しときゃよかったなっていうのはいっぱいありますよね。ありますね。あれ聞いときたかったなって。あの、母とか父しか知らないことってあるじゃないですか。そうですね。ね。それも、なかなかね、もうそれ、まあね、それで終わっちゃうからね、はい、あの時もっとああやってかお話しとけばよかったとか、はい、いろんなこと聞いておきたかったなっていうのはね、いまだにね、ありますけどもね。先ほどのじゃあリクエストで、僕、歌おうかな。うん、どれ行きましょう。はい。なんかこれはね、父の思い出の歌です。はい、あ、そうですか。今、育さんがね、思い出の、お母さんの思い出っていうか、そういうね、歌、思い出す歌。父がね、亡くなった時に、やっぱそばにいられなくてね、後日、その思い出を歌にしたものですけども、福島の方がね、もう何年も前、歌ってくれたんですよ。それがまあ、ちょっときっかけで今、アミタメさんもね、歌っていただいてるんですけどもね。CD に入れさせていただきます。いや、あ、マジっすか。マジで。マジ本当に。マジで。いや、でもいいけど。公開で。風の中でね、立てっていう。大ちゃんも来て。今日大ちゃん来てるじゃん。ハーモニカ持ってないのじゃん。持ってる。持ってる。本当。じゃあ。じゃあちょっとできる。これキーなんだ。B フラットだよね。うん。D フラット。B。急に大ちゃん来てるじゃないってこう家に遊びに来たみたいに感じでやってみましょうか。風のあるよ、なんかジーンと来ちゃうね、ジーンと来たね。聞いちゃYeah.
はい、と言って、ミキ博多のミキさんのリクエストにお答えしました、風の中で立てという歌ですけどね、まあ、これは父のね、歌ですけど、いい曲です。ありがとうございます。いい曲でした。ね、ありがとうございます。もうね、本当、最近ようやく泣かずに歌えるようになったの。泣いちゃうな、この曲。まあね、だから最初にね、まあ、須賀川のね、方が歌っていただいて、まあ、もう4、5年ぐらい前かな。震災の後ですね。そう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 。それで、まあ、このために僕は作ったわけじゃないですけど、もう、ね、10年ぐらい前に作った歌かな。それで、まあ、たまたまそれをなんかやっぱり感じていただいたんだと思うけども、それはね、嬉しかったね。父親のまあ歌でね、まあ、その震災前の歌になっちゃうんですけどもね、はい、おそらく父も喜んでると思うんですけども、この子も譜面書きながら、うん、りょうたくんっていうのが、須賀川のこう、こう、聞きながらこうやってたら、もう泣きながら譜面書いたらしいからね、嬉しいよね。3年だったら書いて、そうかもしれないね。あれ厳しいね。みんなほら、やっぱりね。そうだね。ところがあって、そこが。で、いろんな方がね、やっぱり自分の歌をこうカバーしてくれてて、はい、僕の CD の曲とかをね、ある時なんかね、もう、金尾芳郎、っていうか、そう、歌合戦みたいな。すごいね。それは嬉しいよね。素晴らしい。全然、だからね、歌詞間違えたらすぐ分かっちゃうのよ。でね、またね、須賀川も行きたいですけども ね、 いろんなね、ドラマはやっぱありましたね。このやっぱり、こうやって6、7年付き合ってるとね、福島の方たちと付き合ってると、いや、音楽だけで僕付き合ってたから。あ、そうですか。そうです、はい、だからその一緒にステージに立ったりとか、そういうのメインだったんですよね、はい、だからね、やっぱりね、やっぱり本当にここに来て初めてなんか本当のことをね、話してくれるっていうかね、そういうね、関係になりましたけどもですね、本当にありがたいことですね。ということでね、イキリーさんですけどもね、最後にね、はいはい、ちょっと時間来ちゃうかもしれないんですけども、なんかまたね、一曲、これ、もうない。なんかほら、2曲。いや、2曲でいい。いや、ワンでいい。かわいいね、2曲。今の2曲でいいっていう顔がまたかわいいんだよね。遠慮する感じ。花尾さんの曲が聞きたいです。いや、ない。ほら、向こうに発表されてるわけでしょ。そうそうそう。その音源かなんかない。いや、今日、あれ、入れてないのよ。だからね、僕がね、CD 持ってきてってね、
言わ、言わよかったんだけど、いや私が、ね、あのちょっとね、あのうっかり知ってたんですけど、ゆきりーさん、はい、ゆきさんあれですよね、はい、あのめいっ子さんがワールドワイドな活躍されてるんでしょ。そうなんです、はい、あの、ね、はい、世界ユニバーサルミュージックさんからデビューをしまして、うん、すごいですね、はい、すごいのよ、びっくりしたとこれ。ゆきさん、うん、そうなんです。あの、パパがスウェーデン人で、うん、あの、私、半、あの、半分韓国で、うん、半分日本なので、はいはいはい、いろんな混血の姪っ子たち、姪っ子、甥っ子なんですけど、うんうん、その長女が、うん、そうなんです。ユニバーサルミュージックさんから。すごい、ね、最近、最近デビューした。最近です。もう一週間ほど前に。なんていう人、あの、ウォーリン・エマで。ウォーリン・エマで、はい。ウォーリン・エマ。Spotify でも、YouTube でも、いろんなところでも。はい。いや、ただ俺、あの音源聞いて、はいはい、お、何これかっこいい、ゆきちゃん、これなんだとか思っちゃったみたい。そう、めいっ子ね、15歳なんですけど、本当もう、はい、0歳からタレント活動してるので、本当そうなんです、もう。すごいね、なんか今の人たち早いよね、タメちゃん。早いですね。俺たちはね、なんかカエルとか捕まえてたよね、土手で。ずっとそんなだよね。ねえ、そういう延長線上だよね。海外って遠かったもん。ねえ。うん、俺だから本当にそうだよね、あの、うん、遠く感じたよね、うん、俺ら20歳ぐらいの時に、うん、あいつアメリカ行ったぜって、うん、へーと思ったんですごいと思った、うん、そうよね、20歳だよね、うん、確かにね、あの、ゆきりーさんの活躍をですね、本当に、あの、期待したいと思います。ありがとうございます。皆さんもね、あの、はい、本当にこう、明日からロンドンということでね、明日はロサンゼルス、アメリカ、はい、ですね。はい、すごい、うん、ね、頑張っていただきたいと思いますけど、ありがとうございます。またね、あの、はい、また来てくださいよ。あ、ぜひ。今回ね、これご縁でね、楽しかったです。バチッとなんか CD 持ってきて、はい、うん、はい、そうですね。ね、ちゃんとリハーサルも、うん、いやいや、あの、まあリハとかはほとんどしないから。うん、あれなんだけど、まあでもね、やりましょうよ、なんかね、楽しく、うん、ありがとうございます。で最後にちょっと、いや、さっき、あの、地蔵坂っていうか、うん、チャーリー佐藤さんのファニーエンジェルちょこっとやる、はい、もうあんまりもう1分か2分ぐらいしかない、はい、いい、はい、ね、なんだっけ、キーいい、いかがでしたでしょうか。本日のゲストはですね、ゆきりーさんです、はい、またお越しください、はい、あの、楽しかったです、よろしくお願いします。素敵な歌をありがとうございました。ありがとうございます。タメちゃん、ありがとう、どうもありがとうございました。10月も呼んでください。あ、よろしくお願いいたします。大ちゃん、ありがとう、ありがとうございます。で、松下としみさん、ありがとうございます。動画のききさんもありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 あたりを尽くす夢。
優しい。あの人は今はない。人の心が好きさ。